忙しい。まったく、一体何だというのでしょう。右を見ても左を見ても甘いものばかり。これは恐るべき事態です。右を見ても左を見ても虫歯の要因などと。あ、これは。マスター、ごきげんよう。あなたは何かご存知ですか。それは心強い。物知りなのですね、あなた。チョコレート、チョコレート、チョコレート、チョコレート。右も左も、今日はなぜだかチョコレートの話ばかり。昨日の厨房を見ましたか。チョコレート作りに勤しむ女性ばかり。チョコレート、チョコレート、なんということでしょう。ご存知ですか、あなた。チョコレート謎は歯の健康の敵。もちろん歯磨きを徹底していれば問題は薄いです。ひとたび歯のエナメル質が失われれば、歯髄と象牙質に対しチョコレートの甘さは効果てきめ。チョコレートを食べたら甘いはずが、チョコレートを食べたら痛いとなるのです。まったく。何です？聖ワレンティヌス？それがどうかして？つがいの鳥も知ったことではありません。モンテスマが何だというのです。まったく。はい、英霊たちは虫歯にならないだろうから放っておいても大丈夫。おかしなことを言いますね、あなた。冗談のおつもりかしら。全く面白くありません。いいですか、あなた。英霊だかなんだか知りませんが、虫歯にならない体質などという、そういった迷信に私は惑わされませんので、どうかお覚悟を。こうなれば仕方ありません。今日という日に、どうやら私は戦わなくてはならないようですね。虫歯菌と。はい、あなたも。でもご安心ください、マスター。本日のあなたたちはどうしてもチョコレートから離れられそうにありませんから。今回のアンプル弾は特別にチョコレート味にしておきました。やはりもはや中毒なのでは。では治療開始です。おかっ